セント・ジョン・ザ・ディ・バイン大聖堂は、アメリカ合衆国ニューヨーク市マンハッタン区にある、キリスト教米国聖公会ニューヨーク主教区の聖堂である。セント・ジョン・ザ・ディ・バイン大聖堂の所在地は、マンハッタンのモーニングサイドハイツ地区、西110丁目と113丁目の間のアムステルダム・アベニューである。この聖堂は1888年に設計され、1892年に、 建設が始まった。幾度となく大きな設計変更が行われ、二度の世界大戦による建設の中断もあり、現在も建築中である。完成すると、世界最大のゴシック大聖堂となる。また、この大聖堂は、リバプール大聖堂と聖公会の聖堂及び、教会の中で最大の座を争っている。この聖堂はまた、 世界で4番目に大きいキリスト教教会でもある。建物の内部の敷地面積は12万1000スクエアフィートであり、長さは601フィートおよび高さは232フィートである。新郎の内部の高さは124フィートである。もともとはビザンティンリバイバル、ロマネスクリバイバル様式で設計されたが、1909年以降には、 ゴシックリバイバル様式に設計変更された。2001年12月18日の大火事の後、修復のために一時閉鎖され、2008年11月に再開された。この聖堂は未完成であり、建設及び改修は現在も続いている。その結果、この聖堂はよく未完成のセントジョンとあだなされる。このタイトルはどの点を計測するかで変わってくる。 大きさの比較の議論については、以下の文献を参照のこと、クワーク、ハワード・イー、ザ・リビング・カテドラル、ストリート、ジョン・ザ・ディヴァイン、エイ・ヒストリー・アンド・ガイド、P15 から16、ABCDC ・ウェルチャン、リペアード・アフター・ファイア、カテドラル・リオ・ペンズ、ニューヨーク・タイムズ、HTTP、シティ・ルーム・ブログズ、ニータイムズ・ドット・コム、2008、11、30、 リペアードアフターファイヤーカテドラルリオペンズ、2009年7月12日、閲覧。セブンイヤーズアフター、エイレージングファイヤーデストロイドイッツノーストランセプト、アンドクリップルドイッツオルガン、ザカテドラルチャーチオブストリート、ジョンザディバインズリデディケーテッドオン。サンデーモーニングイン、エイサービスアテンデッドバイレリジェスリーダーズ。 ポリティカルリーダーズサウザンズオブニューヨーカーズ、A.B. デビッド・カービー、ストリート、ジョン・ザ・アンフィニッシュと、ディーン・オブ・カテドラル・オン・モーニング・サイド。ニューヨークタイムズ、httpwww.neetimes.com、1 9 9 9 0 1 1 0 n y r ージ i o n ショートトイン・ジョン・アンフィニッシュと、ディーン・カテドラル、モーニング・サイド・ハイツ・バウズ・フィクス・ホワット・ヒー。 S, S got not, HTML, peo-aunted-equal-all 2009年7月12日閲覧 .The Cathedral of Street, John the Divine, More Than, A Century in the Making, May Never Be Really Finished, Peter W. Williams.Houses of God, Region, Religion, and Architecture in the United States, University of Illinois Press, 2000 p68 ギネスブックオブワールドレコーズ 1990p267 ウィリアム・アール・ハッチソンハウジズオブ・ゴッドチャーチ・ヒストリー67.4ピアニッシモ807から809ストリートジョン・ザ・アンフィニッシュとナショナル・レビューフェブラリー24 1997アナルズ・オブ・ストリートジョン・ザ・アンフィニッシュとニューヨーク・タイムズノーベンバー20 1994ありがとうございます。